プロ野球西武1、2オリックス、4日ベルーナドーム。オリックスは西武に競り勝ち、連敗を3で止め今季2勝4敗とした。先発、東晃平、25、が7回3安打1失点に抑えデビューから8連勝を達成した。日本人投手がデビューから8連勝以上は12から19年高木、巨人イコール8連勝、以来8人目。デビューから先発勝利のみでの8連勝は1リーグ時代の42年に藤本英雄、巨人、が10連勝して以来、82年ぶり2人目の偉業となった。先発、東晃平、25、は22年のデビュー戦から無傷の7連勝を飾り、昨年は10試合に登板し6勝0敗、防御率 2.06 だった。東は1回、金子優、コルデロ、殿崎をすべて内野ゴロに打ち取る立ち上がり。2回はアギラーを3ゴロ、中村剛を空振り三振、佐藤龍をうとびと3人で退ける。打線は西武の先発棒高橋に対して3回に先頭、安達が四球、相手のホイツと渡辺の犠打で一死三塁から若月がライトへ義飛を打ち上げ1点を先制。東は3回に先頭、西川に中安打も古賀を2ゴロ併殺打に取り、5回は西から佐藤龍にツーベースを打たれるも西川を中飛に打ち取り得点を与えない。6回の攻撃で先頭、西野がツーベース、西川とセデーニョが凡退するも森がライトへタイムリーを運び、2-0とする。東は7回1死から殿崎にレフトスタンドへ1号ソロを放り込まれ、2-1となる。アギラー、中村剛は抑え、7回を95球、3安打無四死球3奪三振の1失点、自責1、で降板。今季初登板で初活路を上げデビューから8連勝となった。8回は2番手、マチャドが3内安打、古賀に左安打で1-1、3塁のピンチ作るも源田を夕ごろ併殺打に切って取った。9回は守護神、平野義が西から走者を2人出すも最後は中村剛を3ゴロに抑え、今季2セーブ目。